はい、ということで皆さんこんばんは、リリショーでございます。今回ですね、ザ・トライアルズっていうマップをやっていきたいかなと思います。ようこそ参加者の皆さん。一人を除く全てを殺すように設計された致命的な施設で他の参加者と競争します。参加するかどうかはあなたの選択ですが、参加すると選択はあなた次第ではなくなります。残るのは一人だけと、それ以外は死んでしまう、まあミニゲームという感じになっています。まあ、前回ですね、サイコパスユートさんがですね、みんなをねぶっ倒したように、まあ、今回もね我々で戦っていかないといけないみたいです。テスト期間と被っているので参加者が少ないです。相馬、天月、照木、ユート、コマンダーの5人です。で、僕入れて6人が頑張るぞ。どうか、えいえい、おーおー全滅しそうだねこれね、すぐね。ここらしい。フェーズ1。ここに入れば OK らしい。ほら。参加者が参加しましたで出るよね。で、これからどんどん多分2期が来ると思うから、海外2期と今回勝負していくぞ。いいな。覚悟しろ。そうだね。まあ、宣戦布告しても分からんぞ。英語で書かんと。来ました、皆さん。始まったね。ようこそ、参加者の皆さん。試練は間もなく始まります。頭になんかついてるね、リリチョウの。さあ何が起こるのかって感じなんですけど、第一ゲームは完全にまあ一人でやるみたいな感じなんかな。はい、着きましたね。試練1、ボタンを押す。11人中9人が生き残れると。2人脱落者が出ます。固定時間内で最初に光るボタンを押してください。目の前にあるボタンを早く押せばいいんだね。光るボタンを押したら、この頭のなんか変なやつが解除されて生き残れるというわけだ。早押しだね。始まるぞ、みんな来るぞ。光ったら押せ。来た、押したんじゃろ俺。いや俺じゃなかったわ、別の人間だ。うわ押されたんだけど、マジで早くね、みんな。いやこれは無理だ、これは無理だ。待って待って、俺待って、俺いきなり脱落するかもしれん。みんな、おない捨てる気。うわマジか、やばい、みんなやばい。動画は押せてるっぽい。きたー、天月優とコマンダー照木。あ、オッケー、動画班全員突破だ。バスの条件を満たされていない参加者は除名されます。オッケー、相馬も生き残ったね。やられてる音する、みんな。よし、みんな行くぞ。次の部屋に移動してください。オッケー、動画班生きてるか。お、ユートいた、ユート。テルキも相馬も天月もオッケー。一応動画班全員生き残ったね。よし、全員集結だ。試練は間もなく始まります。何、何なんだ。え、次また2人脱落するらしいよ。安全な部屋のロックの形状にあった鍵を探しましょう。安全な部屋のロックを解除できない鍵もあります。え、これルールわからんね。どういうルールなんだろう。え、どういうこと。始まった。あ、みんな押せるよ。なんか、あ、なにこれ、なにこれ。あ、すごい、鍵取った、鍵取った。じゃあこの鍵を使えばいいのかな。じゃあ使ってみるね。あ、開いてるって、なんか羨ましい。え、使えないの。ダミーキーってこと。みんなあと40秒ある、大丈夫。よし、来た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 。やばい、時間がない時間がない時間がない。生き残れるか俺は。なんで開かねえんだよ。あ、開かねえんだけど、みんな。嘘だろ、開かねえって。おい、なんだよこれ。おい、ふざけんじゃねえ。開かねえ。あ、月開く、そこ。女の初見殺しでしょ、みんな。待って、開け開け開け。ナイス、お前。あ、やべやべ、間に合わない。来た。あ。あ、いや、ちょっと待ってよ。いや、ちょっと待ってよ。俺ら動画4人。嘘だ。はい、来たー。はい、一点集中。よし、こんばんは。これまだボタン押せないの。まだ押せないんだ。え、そう、まあさっきどこのところに鍵落ちてた。どこ、ここら辺。オッケー、俺これやるわ。俺は絶対残らんといかんか。じゃあ俺ここ、みんなだからもう配置についておいた方がいい。配置に
あらかじめ配置についておいて、始まった瞬間開けてすぐに7番6番全部やろうとして、ダメだったらまた別の鍵みたいな。鍵の形が決まってる、ほんまそれ。ほら三角とか四角とか書いてるわ、みんな見て。ほら五角形とか、鍵の形を見て判断した方がいいんやな。2分でいくぞみんな。しも押せる、みんな押せる押せる押せる、押すぞ押すぞ。早く開けろ早く開けろ。形は待って、これ三角だから、三角あったよねみんなね。違う、きたー、はい、オッケー。みんなリリチオ生存です。よし、俺は生き残ったから続行できる。オッケー、ナイス。ソーマ、アマツキナイス、アマツキナイス。あとだいたいユートとコマンディ、あれテルキは。みんなテルキ、綺麗に爆弾を引き当てました、さすが。え、それ何、それ開けた瞬間爆弾があったってこと？あと5秒5秒困った困った、頼む。あ、コマンダーこっちに来て、コマンダー、あーバイバイ、ユーフォーキャッチャーくん。コマンダー目の前で燃えたんだけど、コマンダーテルキとコマンダーが死んじゃったよ、みんないなくなっちゃった。何これ、カラーをつけてさらに指示を待とう。オッケー、つけた。みんなだから俺イエローがついたよ。最高にロックなレッドだぜ、いいね。山月行こう。何このカラフルなエリア、何させるんだろうね。すげえ、何これ。一つどうぞだって、みんな。はい、テレビ画面に注目で、1から8までの数字が書かれていますね。あ、これ競馬ちゃう、みんな。馬レース、うん、これ馬娘や、これ、うん、馬レース、これ競馬らしい。次はリモートで指示された番号を押して馬を前進させる。テレビ画面に番号出てくるからそれを押してくださいってことでしょ。そんな難しくないんじゃんこれ。いきます、じゃあいくぞ。よし、動画班全員生き残るぞ。次も何これ、2 8 3 6 6 1 7 2 4。これはね、 PC 勢のリリーの千代さんはね有利ですよこれ。1 2 5 2 2 5 8 1 2 4。おい待って、これいけてる俺、みんな画面が見えない。おいどうなってんだ今、何位なんだリリー千代は。リリー千代何位、これ生き残れてんのかちゃんと。オッケー、いけたんじゃない、いけたんじゃない。黄色いけてる、いけてるいけてるいけてる。オッケー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 。待って、赤大丈夫か、天月天月、ユート大丈夫。あ、ナイスナイスナイス、全員いけた、ナイス。一人多分一般プレイヤーが脱落したんちゃう。オッケー、コマンダーとテルキの分まで俺らで必ず生き残るぞ次も。しかもさ、首の爆弾消えてないんだけど、未だに。怖えね、めっちゃ怖いね。うわ、後ろ閉じられたよ、このニコちゃん、ニッコリマークで。え、虎を追い出す。一人脱落するらしい、ここで。虎を虎にするには、参加者にタグをつける必要があります。え、何、鬼ごっこするってこと？制限時間終了時に虎にならないで、0以上タイマーをキープしてください、だって。え、5分間だって制限時間。鬼ごっこなんかな、多分。何？あ、待って、多分だけど今ソーマが光ってたってことはソーマが鬼なんちゃう、多分だけど。ほら多分そ、ええ何、なんか終わったっぽいぞ、なんか終わったっぽいよ。てかソーマじゃなかったっけ、あれソーマ回線が。なんだよそれ、何なんだよそれ。まあいいや、不幸中の幸いか。制限時間以内に車椅子に座れ。え、なにこれ、座るぞ全員。アマツキ、アマツキ座るぞ。アマツキ、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 アマツキどうしたのあれマジで、何なの。さあ残ったのは俺とユウと、あとは一般プレイヤー2人。なにこれ、みんな待って、目の前これ火炎放射来ちゃう。トリガーフィンガー、こっから
あと一人脱落するらしい。ルール、ショットガンの前に立っている時に画面のどこかに表示されている緑のコスチュームを押してください。誰かがいなくなるまで車に乗ろう。どういうこと？みんな、ショットガンは車が止まるたびに早く動きます。え、どういうこと？みんな、やばいやばい、これルーレットじゃん。ユートとお礼がここに来たらショットガン、あ、危ない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 、画面内に緑のボタンが出るわ。ユート、画面内に、画面内にある、押せ押せ、それを押せば OK。 ユート、あ、危ねえ。一般プレイヤー、怖っ、クソ怖え、クソ怖え。俺じゃない、俺じゃないわ。おお、さあ生き残れるか、リリチを。俺だ、はい OK。 多分ね、目の前のショットガンが撃たれるんだと思う。ユート、おー、ナイス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 、怖え、マジで。待って、いける？もしかして、あ、生き残った。あなたのカラーの数字に合ったやつを選んでくれ。どういうことだ？あ、俺は多分3番だ。3番のところに入ってくださいっつってる。 OK、 なんとか一般プレイヤーがやられたね。俺とユートは生き残った。残り生存者は3人だ。閉じられた、来た。次の部屋行こう。行くぞユート。何これ、行動カラーにつけるだって。あ、何みんな、なんか俺やばいことになってる。ユート、俺とユート宙に浮いてるぞ。なんかアイアンマンとかにやりそうじゃない、こういう。なんかアイアンマンの心臓これ入れないとなんか死んでしまうみたいな。充電器みたいなのはめ込まれたわ、背中に。宙づりになった状態、センターのライトがオフになった時にライトを持っていないでくださいだって。ライトメーターをトップに入力するか、制限時間終了時に最も低いメーターを持っていないでください。どういうこと？ってどういうこと？みんな、ルールがわかんない。日本語ガバすぎてわからんやろ。どういうこと？あ、何？どういうこと？どういうこと？あ、ん？複数の参加者が自分のライトを持っていました。最大のチャージでライトを持っていた参加者は今解雇されますだって。あ、なんか閉じたとなんか電源が切れたと。あ、あ、みんな、やだー、ユートモザイクだよこれ。ユートのさ、画面見るわ。みんな、残されたのは一般プレイヤー VS ユートだって。ほら、ホットドッグ残ってる。リリチオ、リリチオ死んどるやん。普通にスリッパリービームをクロスして鍵を集めようだって。なんか翻訳ガバでマジでわからんね。まあ多分そこ渡ればいいんじゃない、普通に。言うと、言うと勝てよお前、せっかくなら最後まで生き残るよ。で待って、また言うと生き残んのそれ。画面さ、グラグラしてるけど多分これ滑るんちゃうんかな多分。ナイスナイス、こっから逆転しろ、こっから逆転。言うと、よくこもったらさ、これ 3枚分あるってことはこれ全員生き残れるんちゃう、そもそもが。本来だったらリリチオが、あ、待って、取れる取れる取れる、それナイス。だからこれあれだ、本来だったらリリチオもいたんだ。3人中2人生き残れるゲームだったんだね。数合わせでリリチオの死体があるんだ。ちょっとリリチオの死体移して。うん、俺数合わせだ俺。さあユート君、次が本は可愛いな。なんかな、結局なんかこういう系のゲームさせるとさ、ユート残るんだね。うわー、何これ、めっちゃ面白そうじゃん。ジェットコースターみたいな感じなんだね。さあ開いた。さあ強制的にとある部屋に連れて行かれてるね。隣には多分他のプレイヤーがいるんかな。左向いてみて、言うと、あ、いるねいるね、オッケーオッケー、正面いいよ。最後のゲームらしい。参加者パスカウント1だって。レッドラインが最も何長い時にスピードメーターを止めて相手の輸送機にスピードを追加しようだって。赤い線行くと目の前のやつがぶっ刺さる。いいか言うと、気をつけろよ気をつけろよ。なるべく赤いメーターがトップの時、一番赤が光ってる時に押すボタンを。そう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 、そうしたら相手の方が先に進むはず。それで、あの目の前は俺針になってんじゃん、刃、あれに思いっきり顔面ぶっ刺せつってるわ。すげえサイコパスなゲームだね。あ、でも今んとこユート勝ってる。ユート優勢ユート優勢、いいよいいよいいよ。あば、ユート追いつかれてる追いつかれてる。ナイス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 。いいのかユート、お前刺されるぞお前。フランクフルトになっちゃうこのままやと。さあどっちだどっちだ、待ってこれ相手の方が早いんちゃう。相手の方が多分先につきそう、そっちに。ユート頑張れ、ユート生きろ。あ、前回のやつもユートで、今回もユートなの。目の前なんかあるよ。何それ。あなたはこの試練グループに残っている最後の参加者です。おめでとう。審査員に言われてるわ。
報酬として以下の星のリングを受け取ってください。これでチャプター2に進むってことかな。取っていいよ、言うと。うん、おめでとう。すげえ残酷なゲーム。試練の各フェーズからリングを集めてあなたの願いを受け取りましょう。こんな感じでリングを全部集めると願いが叶うみたいな感じらしいわ。ユートにさ、王冠ついてんだけど。フェーズ1をクリアしましたよっていう王冠がついてる。はい、ということなんで、まあ、今回はユートが勝利ということでした。最後うまかったね。最後よくやったね、ユートね。こういう系のゲームはね、ユートにやらせるとうまいみたいなんで、まあ視聴者さんもやってみてですね、僕も生き残れましたよって方はコメント欄に書いていただけると嬉しいです。そんな感じで残ったのはユートでした。お疲れ様です。